い、平瀬楽器の平瀬智樹です。おはようございます。前回ですね、鍵盤ハーモニカのピッチを調査するっていう動画をアップさせていただきましたが、ご覧いただけましたでしょうか。まあちょっとね、正直予想外の結果が出て、僕ちょっとね困惑しちゃったんですけども、まあ今回もですね、ちょっと検証第2弾ということで、このメロディオンを中心にちょっといくつかの楽器の調査をしてみたいなと思います。はい、今日はですね、メロディオンの調査なんですが、このメロディオンはいわゆるその幼稚園とか保育園とかでね買われるような32鍵盤のメロディオンです。まあ一応一般的な楽器ですね。で、最近はですね、この鍵盤ハーモニカがまたブームになってきてまして、大人の方で始められる方が結構いらっしゃるんです。で、大人の方でももちろんこれを持てばいいんですけども、やっぱちょっとええのが持ちたいわということで、ええ楽器っていうのがねどんどん発売されていってるんです。例えばこのメロディオンで言いますと、これ大体まあ6700円7000円ぐらいですねの楽器なんですが、ちょっといい楽器、ちょっとって言ってもポンと上がるんですけど、こちらですね、メロディオンのプロ 37V3 という楽器です。これが2万4000円ぐらいかな、37鍵盤ある楽器ですね。これが32鍵盤で、これ37鍵盤、まあ5本多いわけです。単純に5本多いと音域が広がります。で、まあちょっとこの辺ね、ゴールドパーツがあったりして、ね、ちょっと豪華でしょ。こういう楽器があったりします。で、もう一個上、まあ言うたらこのメロディオン界の中で最高峰の楽器がこちら、ハモンドプロ44ハイパーという楽器になります。ちょっと値段は分かんないですけど、4万円後半ぐらいのまあまあ高いやつです。で、これは44いうぐらいですから44鍵盤あるわけですね。これが32鍵盤なので、まあ12本多いわけなんです。まあ約1オクターブぐらい多いわけですね。で、それプラスこの楽器はなんとアンプ内蔵、ここにね、こんなつまみがあるんですけども、ここのところに、シールドをさせていただくと、ギターアンプとかにつなげるとそこから音が出るという仕組みになってます。要はマイク内蔵ですね、バンドとかでも使っていただけるようなちょっと特殊な鍵盤ハーモニカになります。これらの鍵盤ハーモニカ、さっきも言いましたけど、まあ高い楽器なんですよ。高いということは、まあ、ピッチもねええはずやろうなということで、今回はちょっと悪魔の実証実験ですね。これでピッチ悪かったらほんまにまずいんですけども、チェックしていきたいなと思います。で、一応これも前提条件なんですけども、前回と同じくメゾフォルテからフォルテぐらいの音量で吹きます。それとこの2機種も店頭展示品でございます。なので、まあ、多少の思想はしてますけど、基本的には新品やと思っていただいて大丈夫です。どなたかが使い込んで下手ってるってこともないです。なのでこちらの32鍵盤の、メロディオンの店頭展示品と同じコンディションやと思ってください。というわけで早速このピッチチェックの検証をしていきたいと思います。はい、前回と同じくですね、この古くて汚いチューナーを皆さんに見ていただきながらチェックしていきたいなと思います。はい、前回こちらねチェックしてるんでもういいかなと思うんですけど、念のためもっぺんやっときます。これは442で合うはずです。はい、 442Hz でこれは問題ないですね。じゃあまずプロ 37V3 ですね。これは2万4000円の楽器でございます。これの普通のメロディオンの3倍ぐらいの楽器ですね。一体どんなピッチなんでしょうか。まあラーの音基準で高っ大丈夫、高いぞ。はい、はい、444Hz でありましたね。はい、オクターブ上も 444Hz でありました。オクターブ下はどれでしょうか。 444Hz でありますね。ということはこの 37V3 に関しては 444Hz でチューニングしてあるのかな。このオクターブもねまあまあ劣るんで、おそらくこの V3 に関しては 444Hz で出荷調整されてるんだと思います。444と442の違いって分かりますかね。まあちょっとだけね高いんで、まあ華やかな音で聞こえるわけですね。まあステージとかで使うこと前提で作られてる楽器なんでね、もしかしたら444でチューニングしてあるのかもしれません。ではこちらハモンドプロ44ハイパーですね。この超絶高い楽器のピッチは一体どうなってるんでしょうか。まあ高いんでね、ピッチはきっちりしてると思うんですが、
さっきの 37V3 が444でしょ。ちょっと不安ですよね。やってみます。442ぐらいかな。443でぴったりですね。オクターブ高くても443でぴったり。低い音はだいぶずれるぞ。このハイパーに関しては 443Hz ぐらいで合わせてあるようです。まあ実際の話としまして、まあ、前回の動画でもお話ししてますけども、やっぱり基本生の楽器ですので、やっぱ個体差があるのが当たり前なんですよね。ただやっぱり前提条件のチューニングがきっちりできてないと、やっぱズレも大きかったりします。実際ね、やってみた結果なんですが、443と 444Hz ということになってしまいました。全部のメロディオンが 442Hz やっていうのはどこにも変えてないわけで、この2つがピッチが狂ってて間違ってるのかって言われるとそうではないんですよね。まあ、たまたま443と444でチューニングしてあるっていうだけですよね。ただ、この違いをよく把握しておかないと、この普通のメロディオンと合奏した時にちょっと微妙な違いが出て気持ち悪いことも考えられます。なので、まあこれから鍵盤ハーモニカ始めてみようかな、こういう風なちょっといい楽器を買ってみようかなって思ってらっしゃる方は、ちょっとこの辺りのアンサンブル感っていうのは少し注意していただいた方がいいかなと思います。まあといってもね、あの友達同士でこれ3本買って同じようにせーので合わす場合はおそらく合ってくれると思いますし、これもそうですね、同じように 2,3 本、使っていただいてやる分には全く問題なく使えると思います。アンサンブルした時にちょっとそこら辺の問題が出るかもしれませんので、ちょっと頭の隅に置いて楽器選びの参考にしていただければと思います。はい、というわけで前回に引き続きまして鍵盤ハーモニカのピッチについて調べてみました。ちょっとね、僕の思ってた結果ではなかったんですけども、まあ包み隠さずできたんじゃないかなというふうに思っております。前回の動画でもちらっとお話ししたんですけども、うちのチャンネルはあの楽器のお手入れとかね、豆知識をいろいろお話ししてるチャンネルなんですが、実は鍵盤ハーモニカに関する動画が意外とね評判いいんです。なのでいろんな楽器の話はしていきますけれども、鍵盤ハーモニカに関する動画もたくさんたくさん作っていければなと思っておりますので、今日の動画面白かったなと思っていただけた方はチャンネル登録とそれと高評価ボタン押しておいていただけると非常に嬉しいです。あと、まあ、友達で鍵盤ハーモニカ好きな人がいるとかね、そういう場合はぜひこの動画を共有してあげてください。はい、というわけで今日も最後までご覧いただきましてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。